皆さんこんにちは。今日は多汗症、手のひらの汗って書いてあるんですけど、汗っかきの私が経験した多汗症の手術について、動画を配信していきたいと思います。私の悩みとしては、人と比べられないぐらい汗をかいていたので、やっぱり周りの視線が気になってしまって、やっぱり人から笑われるとやっぱり気になってしまって、余計汗をかいたりっていうので、そうすると汗をかく状況っていうのを避ける習性になってくるんですよね。そういったのもありまして、同じように悩んでる方などの、お役に立てればと思いまして、今回動画を配信しております。ずっと生まれつきそういう体質で育ってきたんですけど、ネガティブになるので、人の目を気にしないで生活したいなっていう思いもありまして、手術を決断しました。で、手術自体、当時私が通った病院には、事前説明会を受けることが必須になってまして、その時にアレルギー検査とかもするんですけど、それをやって理解してもらった上で手術しますよということで、なおかつ失敗だって言われるケースなんかもやっぱりあるみたいで、100%成功ではないので、あとは感覚的な手術を受けた方の解釈もあって、片側だけ手術してからもう片側を手術とするというやり方で、やっていきますけどいいですかっていうような流れでしたね。で、今回というか、私が受けた多汗症手術のメリットですね。まず汗が気にならなくなる。私の場合は顔の汗だったんですけど、で、高額医療の対象になるので、返金があるということと、あとは医療保険の手術対象で、なってくるので、手術したその保険金っていうのを受けることができるということで、トータルでは結局、プラスになってますね。てか、相当プラスになりましたね。今はちょっとわからないです。で、デメリットとしては、これは説明会でもあったんですけど、効果がない人もいるということで、で、逆に、効果がないのに、手術することによって汗が増えたっていう可能性もゼロではないということ。あとは頭皮とかが汗をかかないことで乾燥して、皮膚が乾燥しすぎて老けが出る、老けが出なかった方が老けが出るようになったり、老け症の方がさらに増えたとか、あとは汗腺を切断する手術、簡単な手術らしいので、その汗腺と汗腺がまたつながると、また症状が戻って再度手術する可能性がありますという、そういったものもあります。デメリットとして挙げられますね。で、実際手術を受けた私の経過報告、メリットなんですけど、片側ずつやるので、顔の半分が、汗をかいてなくて、で、半分、手術をしてない半分からは、汗が滴り落ちるという、面白い現象を経験しまして、で、ものすごく片側やったことによって、私個人としては分かりやすくて、こんなに汗かかないんだっていうことで、もう夏を経験してますます両側手術をやりたいなっていう気持ちにはなりました。
で、手術後の私の、デメリットとしては、特に両方終わった後ですかね、手のひらが乾燥しすぎてミイラみたいな、もう真っ白になっていて、で、例えばスーツのスラックスとか、ああいった生地、例えば足の上に手を置いた時も、こうジョリジョリ言うぐらい、手のひらが乾燥していて驚いたのを今でも覚えてますね。手術後が一番ひどいので、少しこう馴染んではくるんですけど、それでもやっぱり手のひらの乾燥っていうのは、冬場とかすごいんですね。で、あとは胸と背中の汗がひどく増えた。ひどくっていうか、以前より増えたのがあって、夏になるとやっぱり汗が気になって、黒いインナーばっかり着るようにはなりましたね。そうは言っても顔の汗がかなり引いたので、私としてはもう大成功で、受けてよかったかなと思います。結果的にということで、一番気になってた顔の汗が減ったので、もう本当に満足してます。で、異性に対しても、かなり消極的だったのが積極的にはなりましたね。で、手術費も実際保険が効かないので、7万円ちょっとだったんですけど、高額医療で5万円ぐらい戻ってきて、で、保険金で10万円受け取ったりだったので、プラスですよね。あとは味覚性発汗といって、食べ物を摂取した時に、こう、アレルギー性のこう反応っていうんですかね、そういったもので出る汗っていうのは、これはもう、多汗症の手術では一切、改善できないっていうことだったんで、それの汗は別として、熱いもの、ラーメンなんかの熱い食べ物は、もう極力、もう外では食べなかったんですけど、人目を気にせず食べれるようにはなりましたね。これに関してはかなり、大きいかなと思います。中には、説明会の時にもあったんですけど、女性なんかで、彼氏と手をつなぎたいのに手のひらの汗がひどすぎて手をつなげないとか、手のひらの汗がひどすぎて書類が書けないとか、で、ひどい方だとハンカチを置いた上に、で、こうペンを握って書類を書いても、もうハンカチ自体びしょびしょになって書類も濡れてしまうとか、そういった悩みの方もいらっしゃるみたいですね。なので、同じようなことで悩んでる方とかいらっしゃれば、この動画を通じて、私の経験からですね、判断材料になるというか、あとは悩んでる方がこれを見ることによって、受けてみようとか、受けることによって、もう今までの悩みがなくなりましたとか、そういった役に立てればと思いまして、今回配信してるんですけど、なかなかですね、私も説明うまくないですし、動画自体もあんまりうまくないですし、で、このカメラ自体もすいません、ちょっとうまく撮れなくてですね、何度も撮り直してもこれなんですけど、お役に立てればと思って配信してますので、こんなこう拙い動画でも最後まで、本当見ていただいて感謝なんですけど、以上でこの動画を配信を終わらせたいと思います。最後まで本当にご視聴いただきまして本当にありがとうございました。